一柳氏は、日本の武家の氏族。河野氏の所流と伝える美の国出身の氏族で、一柳忠末、直森兄弟が、豊臣秀吉に仕えて、大名となった。江戸時代初期には、直森の子が三つの藩を成立させるが、そのうちに矢が大名として幕末まで残った。関西重州書家府が記すところによれば、一柳家の初代である千高は、大英年間に、 父の河野通直が没したために、伊予国を去り、美の国厚み郡、西の村に移った。水尾した身の上で祖先の名を表すことをできないことを、恥じた、千鷹は、時市に越した際に、河野に代わる称号をこい、ちょうどけまりの庭の柳がひときわ鮮やかであったことから、一柳を死とすることを提案されたという。昭和初期に、家氏を編纂した、一柳定吉によれば、 一柳家に伝わる家父には、千高の父は、河野道信とあるという。定吉は、一柳家に伝わる家父と有河の家の系図との間で、著しい不合理が生じていると認めている。家伝によれば、西の村の千高の屋敷跡は、本願寺義副別院であるといい、同時の伝承によれば、千高の子である、一柳正高が経したとされる。家伝によれば、自家公は、 稲葉一徹の命を妻とした。千鷹の孫の一柳忠末、一柳直森兄弟が豊臣秀吉に仕えた。兄の直松は美濃国の警戒に城主となったが、天正十八年小田原征伐の時に、初戦の山中城攻めで戦死した。後年、一柳一族は、この時期末の検証をたびたび行っていくことになる。弟の直森は、 終わり国黒田城三万国の領主となり、関ヶ原の戦いでは東軍に属して、伊勢国神戸藩五万国に加増転保された。さらに、官営13年には伊予国最上藩六万八千六百国に移転することとなった。祖先河野市の故地である伊予への移転を望んでこれが認められたとされるが、同年に新領地に赴く、途中の大阪で病没した。の医療は、 直し直家、直よりの三人の息子たちによって分割された。一柳定吉は大名となった直盛の息子三人の家を一柳三屋としている。西条一柳や最上藩主となり、医療のうち三万国を相続したのは長男の直しであった。死後その領地は二人の息子、自家郷と忠明によって分けられ、自家郷が最上藩三大藩主となったが、 禁止対慢の理由により、上風された。ただ、秋は、幕府旗本になり、この時期像は、地行地を、張馬国民期周辺に移されて5250国を、地行を、支配拠点とした、以後この家は幕末まで幕臣として続いた。市柳定吉は、この旗本家の分家出身であり、この旗本、市柳家を、市柳一族の宗家として位置づけている。 尾野はじめ柳やなぎやつぐおなおえは、張り国加藤軍及び伊予馬軍、須ふ軍に28,600国を領し、尾野藩書大藩主となった。しかし、なおえの死後は、末期王子が認められず1万国に減法され、幕末に至った。歴代藩主は、津島守やとさ守などに助任され、明治17年、市やなぎ末徳が死者となった。末徳の三女の薪子は、 アメリカ出身の宣教師、建築家のウィリアム・メレル・ボーリズと結婚し、ボーリズは、一柳メレルと改名した。小松一柳家三男直よりは、イオコクスフ軍、二位軍に一万国を領し、小松藩書大藩主となりそのまま幕末に至った。歴代藩主は、兵部将有や身の守るなどに助任され、明治十七年に、一柳少年が死者区となった。直のその他の子 直盛の四男の一柳直義は、松平秋守家臣となり、全国を治療したという。伊つの一柳直住は、甲府徳川家に仕え、時代の直政が八が870国の旗元となったが、完成2年、一柳正座里の時に不行席によって解役された。秀吉の木幌州であり、伊勢国区はな城市となった、一柳右近は、一柳家の一族という。 一柳家には、一柳右近証言は、千高の子である東米の子とする系図があるという。下ゆは秀次事件の際に切腹するが、その息子は妹婿である、加藤光康の養子となって、加藤光康を称し、後に、光康に、実子の加藤貞康が生まれると家臣となった。加藤品の守る光康は光康に仕えた三人の、 家老の中で一番家老を務めて二千国を治療し、子孫は代々大須藩加藤家の家老となった。昭和初期、一柳定吉や一柳誠らは、一族の歴史を調査し、祖先検証の活動を行った。1930年には、自家松が戦死した山中城市に石碑を混流して、除幕式を行っており、1933年に、 一族の自席と系譜を記録した鹿版の冊子、一柳屋敷用を編纂している。この一柳屋敷用には、経図の他に収集した資料が用いられているとされ、各種の名簿等から一柳生の人物を検出して調査を行っており、系譜関係などを未調査のまま名簿に挙げているものもある。この結果、家族となったにやや、 地域の名家として活動する人々のみならず、庶民として様々な生業を営む人々を乗せている。一柳屋式用に、連屋として記される一族の中には、以下がある。海鮮正規の奉仕であった南か、元凶も、一柳家の出身で、太郎衛門の子とする系図を乗せる。このほか、芸藩収用によれば、広島藩浅野家に仕えた一柳家は、千高の次男。 やさ門通り邸の末裔とする家電を有する。通邸の客村という一柳やさう門長寺家が、紀州で、浅野長明の家臣となり、後に、大間周りを務め五百国の治療を得た。この家の子孫は、大井米付などの職を務めており、家老を務めた人物もいる。太線は、実施、細線は養子仙高。自家公。自家松、直森女子。 直おしげ直頼。えなおより。じかきょう、直おこいできちなお。すえしげこいで吉田たよりのりじ家け春吉末よ頼すよりに。末えい久し。末えい金い重末正松周頼近頼しよりよりぐ。すべより少年末彦末徳 豊臣秀吉が一柳次家松が送った多くの書簡が現代まで伝わっており、貴重な資料となっている。小野藩一柳家に伝わった文書は、1990年に一柳家から小野市に寄贈され、小野市立高古館に収蔵されている。小野市立高古館から、晩州小野藩一柳家資料として刊行されている。小松藩一柳家に伝わった文書は、区別のために、 いよ小松市柳文書とも呼ばれる。市柳焼は市柳忠末、直森兄弟の武功記である。著者は市柳図書で寛永18年5月の成立である。市柳定吉は著者の市柳図書を市柳直吉としている。ありがとうございます。